皆さんこんにちは、しほりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は最近買ってきた洋服を紹介していこうと思いまーす。ということで、まあね、2週間前ぐらいに、いや、1週間前かなに買ったものもあれば、本当にもう先週の土曜日ぐらいに買ったものもありますし、まあ最近といってもね、バラバラなんですけども、洋服を紹介していこうと思います。はい。でね、今回がイングとアベイルとハニーズと、あとなんていうの、それ隠れてるね、なんだっけ、隠れてる、ね、こちらの、はい、お店で買ってきたものです。ティップトップでいいのかな。え、ティップトップでいいのかな。あ、前も言ってたね、このね、このティップトップかなっていうお店でのそのままじゃします。はい、ということでまずはアベイルからいきたいと思います。アベイルはですね、まずこちらです。こちらはですね、リミちゃんの水色のパーカーでございます。はい。あ、これね、セットなんだ、下と。そうなの。うん、ほんとだ、ほんとだ、セットになってました。はい、こんな感じで。あ、リミちゃんは下は多分履かないと思うんですけど、ね、この上のね、丈がちょっと短めなパーカーが欲しいって言ってて、はい、これを買いました。これ確かね、上下セットで1800円ぐらいですごい安くなってたので。ね、安いね、1800円って、はい、買いました。はい、リミの好きな水色でございます。はい、で以上でございます。そう、アベイルはこれしか買ってないです。アベイルは以上でございます。ちゃんの分はないですね。私はね、ダンスに行ってたんで。そうです、これママがね、ダンス、しょうちゃんがダンスやってる間に、はい、リミちゃんに買ったものです。はい、ということで以上でございます。はい、続いてハニーズでございます。ハニーズは私がダンス終わってから見に行ったので私の分もあります。はい、でももうすでに着ちゃってるんですよね。すいません、もう着ちゃってるんですけど、これもう着ちゃってます。しょうちゃん、こちらの、あとね、レースです。はい、ここにね、レースがついてて、白いレース、これも白いレース持ってなくて、私今ちょっと背景も白で分かりにくいんですけど、本当に黒いレースしか持ってなくて、だから一着欲しいなと思って買いました、はい、でね、この白いレースに合わせるものを買いましたね。私、それがこちらです。こちらはね、ほんと真っ黒、真っ黒、真っ黒、本当に真っ黒で何も模様とかがない、うん、真っ黒な T シャツです。トップスっていうのかな。で、これに合わせるとのすごい可愛いんですよ。真っ黒にこのね、レースだけが出てて、うんうん、みたいな。どんな感じ、合わせてみて。こんな感じ、はい、わかるかな、こんな感じです。で、これが本当に可愛くて、黒白だから、黒白ね、黒白だから下なんでも合うし、本当に可愛くて、実はこのね、トップスリミのでまだ着てないんですけど、リミちゃんは、私はもう一回着てます。まあ、そう、この黒のやつだけ、リミちゃんとしほちゃんは2つ、はい、1枚ずつね、買いましたね。はい、で、もう私も、はい、もう一回着てます、はい、その黒いのなんかめっちゃ安かったよね。そうなんです、これ780円、本当なんか値下げされてて、白も安かったよね。白いのいくらだったかな、もう値段取っちゃったけど、いくらちょっと、ごめんなさい、ちょっと値段取っちゃったんですけど、安売りなとこにあって、うん、すごい安売りなとこにあって、本当になんか特売っていうか、特売されてて、はい、本当に安かったです。はい、続いてイングでございます。イングはですね、まずリミちゃんの洋服なんですけど、2着で1500円だっけ、2000円だっけ、1900円、2着でっていう、安くなるっていうのがあったんで、まずリミちゃんの 2着買ってきましたね。はい、これとこれで、はい、まず一つ目がリミちゃんの全部 T シャツ、あのトレーナーですね。そうですね、ほんとトップストレーナーです。はい、ほんとになんかこういうの好きだよね、リミ好き、大好きだよね、こういうなんかダボーっとしたそうです、ね、トレーナーがリミ大好きな、うん、で、2個目がこちらの色のトップスでございます。はい、これなんかね、くすみ緑の
緑なの、ちょっと黒っぽいのかなと思ったけ ど, ったけど、うん、これグレーなの、グレーかなと勝手に思ってた、薄い緑の黒がちょっと入ったバージョン、うん、まあグレーっぽい色です ね, そうだね、これですね、これで2着で1900ぐらい円ぐらい、はい、安くない、そうだよね。で続いては私のなんですけど、このスカートです。あれ、これベルトついてなかったっけ、ベルトついてた。でこのスカートね、下がねこんな感じになってて、うん、デザインが超可愛いなと思ったんですよ。確かにこのね透けてるレースが、うん、でねこれにさらにベルトがついてきます。ベルトがですね、こんな感じのね金の丸いベルトなんで、うん、何でも合うし、これじゃなくてこのスカートじゃなくても合うし、可愛いよね本当にこういうデザインは好きなんです。はい、本当可愛いと思って、もう一目見た瞬間このスカート可愛いって一目惚れだったね。一目惚れして買いました。いくらですか。これはですね3190円です。はい、これはなんか新作っぽくてちょっとお高めでしたね。ニューって書いてあるので、はい、新作で、の春ですね私春好きなんです。スプリング好きなんですよね。でイングは終わりかと思いきや来ちゃったんですけど、ね、しかも洗濯で干したってまだ乾いてない、乾いてないんですけどこのねトップスをトレーナーを私は買いました。はい、これ学校に来て行きました。これもなんか3日間限定で特別価格とかで、そう安くて1700いくらぐらいで、これ一目惚れしちゃって、うん、超かわいいね、買っちゃいました。好きそう、好きそうでしょこのピンクが入ってるやつ、うん、かわいい、黒とピンクとかかわいいよねはい、ということでイングは以上でございます。はい、ラストですね、トップトップかなかなで買ったものを紹介します。はい、こちらをねママとイオンでお出かけした時に、あ、そうだ、チョコレート買いに行った時に、はい、まず一つ目がね、こちらです。こちらは今度は真っ黒で見えないか、黒でブラウスみたいな、はい、ブラウスですね。でね、腕が上と腕とかね、うん、このひらひらがふわふわで可愛いんですよ。はい、まあ、今度は真っ黒で見えないかもしれません画面だと超可愛いです。これはいくらだったっけ。これは4500円です。それ4500円だった。4500円、ちょっとお高めですけど可愛いお高め、うん、確かに。でもやっぱすごい可愛かった、うん、でラストなんですけど、これマジで安くて、あ、これ安売りのやつだよね。安売りだって、本当はこれにしようかと思ったんですけど、レジに行く前に安売りコーナーを見つけてしまって、行ったら可愛いのが入っちゃったってんで買ってきました。これもねまた似てるんですけど、本当春って感じだよね、うん、こんな感じのブラウス的な素材なワンピースです。ちょっと長めかね、はい、丈がこんな感じです。丈は長め、まあでも引きずるってことはないね。うん、今の私が履いてるスカートの方が長いもん。そっか、これがこれがめっちゃ安売りだったよね。あのね、あの、切られちゃってるわ。あ、そうなんだ。なんか4000いくらが1000いくらとかだったよね。そうなんです、4990円がなんか1000円、1000いくらだよね。1000円ぐらいだった気がします。なんかすっごい安売りで、そうなんです、じゃあ買おうって言ってね、はい、可愛かったんで、はい、ということでね、もう本当に、うん、ティップトップさんでは、はい、このね、本当ザ・春っていう感じのブラウス的な素材のね感じに2着買ってきました。はい、以上でございます。はい、最後にちょっとなんか1着だけ着ましょうか、はい、してみますか。1着だけね。はい、ということで着てみました。はい、最後のやつね着てみました、ね、最後のねワンピースです、はい、可愛くないの、丈もね、あの本当にぴったりだし、そうだね、真っ黒で本当に春は
春なのか黒が春なのかっていうのはちょっとあれだけど、春でしょまあ薄さがね、生地が薄いから春春って言ってるんだけど、黒安売りしてるから春の洋服ではないと思う。値下がりしてるってことは。でも可愛いから、ね、でも、まあ、春の服って可愛くない、まあ、私は春の服が好きなの、うん、でもそれは春の服じゃないよ。いや春の服勝手に春の服になってるけどはい、ということで以上でございます。はい、はい、はい、ということで今回はね、最近買った洋服を紹介してみました。はい、ということで皆さんもね、もうほんと最近春って感じの服がたくさんあるんで、春じゃないから皆さんもぜひ買ってみてくださいそれではバイバーイ。春じゃないです、春です可愛いね、相当春服って可愛いイコール春じゃないかな。可愛いイコール春服です春ってさ、ガーリー系多くない？気のせいです秋がカジュアル、気のせいです